皆さんこんにちは、ちびありこと七瀬です。今日なんですけれども、ちょっとね、まあ、ご存知の通り今メイク眉毛だけ描いてない状態なんですが、眉ティントをやってみようかなと思ったので動画にしていきます。眉ティント自体は私前こちらのこの雑誌付録についていたフシコの眉ティントを、2、3回使ったことあるんですけど、まあ、割と自然な感じでついてたんですよね。ただあまりね上手にこう動画のレビューとかもその時できてなかったので、ちょっと今日改めてねやってみようかなと思います。今回もまたねフジコティント買いましたが、今あれですね、だいぶ当時と変わってて、眉ティントもフジコ3種類ぐらい薬局で並んでいました。で、色がねここいくつか選べるんですけど、私はこちらにしました。ライトブラウンですね、3番にしました。眉ティントといえばもうこのフジコって言っても過言じゃないぐらいこれしか出てないっていうのと、結構割とこれ人気みたいですね。はい、ということでちょっと実際にやってみようかなと思います。で、結構まあ私の眉毛なんですけど、本当にね薄いからね、だいぶ印象が違うんじゃないかなと思います。今こんな感じです。結構薄いんですよね。で、ちょっとね眉ティントこれやっていこうと思います。はい、こんな感じですね。かわいい。意外と、なんだろう、ナチュラルな。結構パッケージもデザインも変わってますね。じゃあこれで開けていきます。あ、香りはなんか、なんだろう、染める、髪の毛染めるあれの匂いがちょっとしますね。うん、でもそんな別にちゃんと臭いわけではないですね。一応こんな感じです。はい、ちょっとピントが合わないですねじゃあちょっとこれをですね眉毛に塗ってみようと思います。上手にできるかな、失敗したらちょっと怖いですけど、塗っていこうと思います。お、こんな感じ。私もちょっと太くしすぎちゃったかな。この先端がちょっとこう斜めになってるから割と塗りやすいっちゃ塗りやすいですね。こうやって塗ればいいんだね。なんか左右の眉毛だいぶ違くない？私大丈夫これ。なんかこっち平行眉みたいになったけど、こっちちょっと、まあいいかあ、こんな感じでちょっとしばらく置きます。で、一応この説明書によると、5分から10分で乾燥して着色しますが、2時間以上置くと、長持ちしますと。3日ぐらい持つそうですね。なるほど。ということでちょっとじゃあとりあえず、10分ぐらいね待ってみようかなと思います。で、その間にちょっと眉毛の、話をしようかなと思うんですけど、全然私肌敏感肌なんですけど、全然別にこれピリピリしたりとかそういうのも私はないです。すごい、やっぱこうなりますよね、このね眉ティントの間っていうのは。ちょっとこれでサムネイル用にスクショしとこうかな。はい、ということでね、5分から10分ぐらいちょっと待とうかなと思うんですけれども、なんか眉毛ってやっぱ私結構毛が薄い方なんですよね。だから昔眉毛をこう抜いてた時とか剃ってた時とかあったんですけど、切ってた時とかメイクさんに一回そのメイク講座みたいなレッスン受けたら、私の眉毛薄いから別にそんな切らなくていいよっていう風に言われたことがあります。アメリカ人の彼と付き合っていた時に、日本人のすっぴんが変わるのは眉毛がないからだって言われたんですよね。だから、あ、そうかと、そこで私も気づいて、確かにこうギャルとかって眉毛剃るじゃないですか。そうするとすっぴんが結構変わりますよね。だけど外国人ってもともと眉毛が濃いから、すっぴんも眉毛が濃いんですよ。だからそんなにすっぴんになっても変わらないし、綺麗な方が多いっていうのを、感じてから、私もあんまり眉毛をこう剃ることをしなくなって、本当に整えたり、ちょっとこのなんていうの、外のところを抜いたりとか、その程度にするようにしました。ということでね、ちょっと眉毛久しぶりに、やろうかなと思って。で、いつも私動画とかでも結構眉毛がなんか描くのが下手くそすぎて、一番このチャンネルでヒットしてる動画でも、眉毛濃いですけどティントですかとか、すごい結構コメントで言われてたんですよね。それぐらい眉毛すごい気にはなってるんですよ。で、まあ、いつかねこう眉毛アートとか、あと、なんだろう、こう、眉毛のね、眉毛サロンとかも行きたいなとは思ってるんで、またね、そういうレビューもしたいなとは思いますが、ちょっととりあえずまずね、このティントからやってみようかなと思います。なんか、眉毛アートとかされている方いますか？どうなんですかね？結構私の友達とか周りでも、眉毛、アート？もう、
その眉毛で変わらないってやつですね、やってる方いるんですけど、すごい綺麗で楽そうなんですよね。すっぴんもね自信つきますしね。ただなんか MRI がダメとかって聞いたり、眉毛の形変えれないし、いずれあれまた取れてくるからやらなきゃいけないって聞くのと、あと痛いのかなとかちょっとね怖いんですよね。ぜひ感想で教えてください。あと今私が気になってるのはハリウッドアイブローって言って、眉の、眉毛アートじゃないんだけど、眉を整えるだけで結構綺麗になるよっていう、眉のこの毛の流れを綺麗にするだけで断然眉毛がすごく綺麗なまま保ちますよっていうやつが流行ってるみたいなんですよね。それもどうなのかなっていうのもちょっと気にもなっています。もし提供いただけるところがあったら、ぜひねお声掛けください。眉毛でだいぶ印象変わりますもんね。だってこの眉毛で普通いたらさ、眉毛濃くてさ、なんか顔の印象全然違うくないですか。だから眉毛ってめっちゃ大事だと思うんですよね。ということで眉毛話に花が咲いておりますが、今ねこんな感じです。ちょっとまだね湿ってるのがわかりますよ。ちょっとこの下の方とかミスっちゃった気がする。色がこうついちゃうかな。でこの眉毛ティントをするとこれ、乾いたら剥がすんですけど、剥がす時にこの自分の眉毛の毛が一緒に抜けちゃうっていうのを気にされる方いると思います。私も結構前やった時に、結構自分の前まつ毛が、まつ毛じゃない、眉毛が抜けちゃうなって気がしたんですけど、その場合はぬるま湯で洗い流せば別に大丈夫ということが書いてありますね。ちょっとめくってみます。これ失敗したらさあれですね。またで本当はなんかこれ実は夜寝る前にやるといいみたい。夜塗って翌朝剥がすと楽ちんっていう。でもこれつかないのかな、枕とかにさ寝てさ、つかないよ。あ、つかない。あ、あ、大丈夫ですね。あ、つかない。意外とつかないんですね。どっちから剥がす？これ。こっち？あ、すごい。あ、ついてるついてる色が。変な剥がし方になっちゃったけど、あ、ちゃんと色ついてる。ここ多分私眉毛なかったもん。うまく一発でできなかったから。いい感じですね。めっちゃ綺麗に取れました。じゃあちょっとこっちもね、取ってみようと思います。おー、ついてるついてる。ちょっとわかりにくいかもしれないけど、でもこの眉の、縁があるだけで全然違う。ちょっとこっちなんかあんまりついてない気がするけど。はい、自まつげ、自眉毛もうそんなに多分抜けずにうまく剥がせました。あ、いい感じ。全然ちょっとまだね、別に薄いんだけど全然自分の眉毛だけとはまたちょっと違うなと思います。これにね、ちょっとメイクちゃちゃっとすればいい感じですね。あ、いいね。すっぴんっぽいもんね。自然な感じです。多分もうちょっとしっかり塗って、もうちょっと時間を、何時間とか置くと、多分もっといい感じになると思うんで、また上手にできたら今度インスタにね、アップしようかなと思います。すごい。どうですか？でもこの辺とか絶対なかったもんね。なかったところがちゃんとできてます。じゃあちょっとこれにね、眉毛のメイクを上からやってみようかなと思います。私が普段使ってる眉毛のメイクはこのケイトです。もうこのケイトの眉毛パウダーはもうね、本当に8年ぐらいは使ってると思います。すごくいい。だって昔小悪魔アゲハとか読んでた時にいいってこう見て使ってるから、いやもう10年ぐらい使ってるかもしれない。なんか3色あるからね、結構使いやすいんですよね。そしてロジローザのこちらの長いペンシルを使って描いて、その後にこのマスカラをいつもやっています。多分そこまで濃くやらなくてもこのままでもまあ別に悪くないかなっていう感じなんですけど、ちょっと一応ね上からメイクをしてどんな感じになるかお見せしようと思います。眉毛描くの下手くそだけどね。あ、でも全然いいですね。あ、パウダーマジでいらないね。ちょっとこう毛の流れ整えるぐらいで、あ、楽。甘いですぎちゃってもね、濃くなっちゃうから。
縁とか本当にいつもパウダーやったぐらいの濃さでもうすでになってるから特にいらないって感じですね。すごいこれは嬉しいかもしれない。でこの眉マスカラですね、これはもう眉マスカラといったらこれみたいな感じですね。名前忘れちゃったけどなんか書いてあるこれですもうこれも定番ですよね。これちょっと毛の流れを整えます。ああ全然楽。眉毛アートとかしてる人って多分毎日こんなんなんだろうね。楽だね。すっぴんも全然違うもんね、ほんと眉毛がちゃんとしてるとね。という感じで、はい、綺麗にできましたでしょうか。髪の毛下ろすとこんな感じです。綺麗ですね、できました。ということでね、まあ、これってどれぐらい持つのかっていうのもね含めてまた、良さそうであればレビューしていきたいと思います。まあほぼほぼ初めて動画にして出すのはね、初めての眉ティントのレビュー動画になってきます。私のチャンネルの美容系とかね、動画にしていきたいなと思ってますので、ぜひいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アートメイクとかじゃなくて本当に数日間だけちょっと試したいみたいな方にはねおすすめです。ではバイバーイ。